収が、はい、40万円。これもあれですか、いわゆるなんか闇バイト的な感じなんですか。今週なんて大体ブラックだったんですよ。ごめんなさい、ちょっと僕の勘違いした。え、どういうことだ。いや、ちょっと僕が今、バカにされてもええ。レッドボスはブラックセナ2人揃ってナチャヒーロー。はい、本日はですね、僕ら2人ということはあの企画をやりたいと思います。闇系ですね。そうです、闇を暴く企画です。本日は第3弾かな、これが3弾なんの。第3弾になりますね、多分第3弾か4弾になるんですけど。でも今日普通の撮影部屋じゃないですか、うん、なんかここ最近流行ってるか分かんないけど、闇バイトって知ってる？はいはいはい、あれだよね、銀座とかの時計屋に強盗入ったとか。あれ闇バイトなの？闇バイトでなんかその雇われた人が強盗に入ったとかじゃない？いや、だからまあいろんなのあるんだろうけど、あれも闇バイトって確か流行ってた気がする。そう、闇バイトっていうのがあって、うん、まあなんか調べたら結構あやふやなんだけど、簡単に言うと、うん、1日でかなりの額を稼げる、マックス2、30万下手したら50万とか、1日で1日でを稼げるようなもう高時給のバイトがあって、で、うん、一応闇バイトっていうのがもう犯罪らしいんですよ。はいはいはい、もうそうだよね、警察の、警察のあれでは、うん、ただこの闇バイトって結構募集してるんだって。表上は出てないけど。じゃやってる人も多いってこと？多分多いんじゃないかな。で、今日はですね、まあ、僕その、はいはい、ツイッターに結構出てるらしくて、うん、調べてったら、うん、何件か見つけたんですよ。はいはいはい、募集をね、募集を。で、ただツイッターでやり取りってやっぱしないらしくて、うん、証拠は残っちゃうんで、はい、で、ほとんどのやつがあのテレグラムっていうアプリ、うん、はいはい、これってあのエビデンスが残らないようになるんですよ。一定時間で履歴が消えるんですよ。で、スクショも基本できない。なるほどね、っていうやつがあって、だここでもう結構動いてるらしい。スクショもできないの？そう、スクショもできないっていうやつがあって、そこで結構あのやり取りをするんだよ、はいはい、ツイッターから飛んで、はいはいはい、で現状今ね5、6件ぐらいやり取りしてて、のうちの3件ぐらい見つけました。はいはいはい、あの連絡つく人が、へえー、今日はちょその人にちょっと電話をして、うん、どういう内容なのかっていうのと、はいはい、実際に最後はあのこれちょっと闇バイトですよねっていうのを伝えてみたいと思います。なるほどね。はい、闇バイトって言葉は NG ワードなの、業界では？わかんない、それは。闇バイトですよねって言って了解、了承するかどうかみたいな。そうじゃないかな、これ犯罪じゃないですかみたいな、ったらどう言い返すかっていうのも気になるし、まあだから検証っていうか、はい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 、犯罪を防ぐことはちょっとできないんですけど、僕らでは、うん、まあでもまあこの動画を見て知ってもらって、あ、そうそう、こういうのは良くないんだよと、良くないですよと。今日はちょっとそれを瀬名くんにね、え、はい、大丈夫、僕殺されたりしない？さすがに。だって全然知らないね、違うアカウント使ってるから。いやいや、だってさ、これ動画で顔出るんだよ。あ、そっか。いや、そうね、分かんないでしょ、さすがに。本当かよ。え、大丈夫、僕。分かんないよ。そんなのだって、三倉さんとか結構昔やってたからさ。あ、そうなんだ。そうそう、違法業者の。あ、違った、電話とか。やらせでしょ、どうせ。あ、分かんないけど。でも、結構あるよ。結構やってる人いた、なんか。いや、あんなのみんなやらせだもん。こっちなんで。まあそっか、ガチでやんないと伸びないから、こちらはガチだと。そうです、あのまだやらせできると、あの演技できる人が全然いない。確かに、役者弱い。役者呼べないんで。ここからラオスに電話つながったところで多分バレるでしょ。確かに。だからあのガチでやるしかないんですよ。はい、じゃあ行きましょうか。やりましょう。はい、はい、で、うん、まあちょっとツイッターのね、はいはい、まずちょっとどういう風なやり取りをしたかっていうのを見せたいんですけど、うん、検索したらなんかアカウントが結構出てくるんですよ、うん、こういうツイートが結構出てきて、はいはい、こういう SNS が得意な方みたいな、はい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 、これ全国に日払い20万の仕事あります、リスクなし、本日案内可能、こういう、今日の若い子気合入ってた、一発だけの仕事やけどまたやってほしい。ウケんだけど。この人がいて、この人にちょっと DM をしたんですよね、うん、こんにちは、ツイートされていた高時給のバイト気になります、よろしければ DM お願いします、うん、じゃあまあよろしくお願いしますって。で、バイトの詳細などありますかみたいな。そしたらすぐテレグラムありますかって。いや、すぐ誘導すんだ。で、ありますって言って教えてくださいみたいな。はいはい、で、まあこういうふうに。で、テレグラムの ID が来るんで、うん、今度テレグラムに行くんですよ。ちょ、待って。テレグラムありますか、ありますもやばいけど。一般の人、テレグラムって知ってんのかな。知らないんじゃないか。テレグラムってみんな知ってた。あ、じゃあ、知ってるの。僕だけだわ。恥ずかしい。で、テレグラム飛ぶんですよ。はいはい。そしたらまあこう来るじゃないですか。で、すぐにもう電話可能ですかみたいな、で、今から電話しても大丈夫ですかって言ったら、お願いします。まあちょっとこれから電話していきますか、うん、じゃあいいですか。はい、緊張する。もしもし。あ、こんにちは。あ、こんにちは、お疲れ様です。お疲れ様です。お願いします。ま
まずお仕事のご案内の前に何点かご質問ありまして、はい、お兄さんの、ご職業とあとお住まいあとご年齢教えていただけますか。あ、わかりました。ちょっと今、仕事をしてなくて、はい、年齢が今23歳です。23歳です、はい、社会人の方ですよね。ごめんなさい、働いてなくて社会人って言ってもいいんですかね。あ、なるほど、まあ、学生ではないということですね。あ、そうですね、社会人、本当だったら社会人でありたいっていう感じです。あ、そうなんですね、はい。前職は何されていましたか。バイトしかしたことがなくて、前はその引っ越しのバイトと、はい、あとなんかお蕎麦をいっぱい食べるっていうバイトがあってそれをやってたから2個ぐらいしかやったことないんですけど、なんかそして蕎麦をお蕎麦を食べるバイト、なんか食べるだけ、かなり特殊なバイトですね。そうですね、なんか それ以外別にないっていう感じなんですけど。なるほど、はい、分かりました、ありがとうございます。お住まいの地域都道府県で教えてください。今、東京都の練馬で実家なんですけど。なるほど、ありがとうございます。お仕事に関してなんですけれども、はい、まあ、ちょっとホワイトな、まあ、普通のお仕事から、はい、ブラックなお仕事までご案内させていただいてるんですが、はいはいはい、どちらご希望でとかありますか。ごめんなさい、ホワイトとブラックだと何が違うんですかね。簡単に言うとホワイトですと、まあ、普通に、まあ、普通のお仕事なんですけれども、はい、ブラックですと、まあ、ちょっとあの、なんと言いますかね、そのリスクはないんですが、はい、まあ、あまりその法律にちょっと触れるぐらいで、はい、まあ、報酬の方がぐんと高くなるっていう感じですね。ブラックの方をもしやったら僕が捕まる可能性もあるかもしれないってことですか。リスクに関しては、まあ、はい、ほとんどないんで、はい、過去にその逮捕されたりだとかそういったことは全くないので。あ、そうなんですか、よかったです、はい、大丈夫です。お金ってどれくらい違うんですか。その1回で、例えば1日で30万とか40万とかもらえるってことですか。そうです。え、そうです。あ、そしたらじゃあブラックの方がいいってことですよね。そうですね。あ、じゃあぜひブラックで。わかりました、ありがとうございます、はい。ただ一つその、はい、ブラックにお仕事の案件に関しては、はい、まあ、運びの仕事っていうのをちょっと聞いたことないですか。わかんないです。あ、なんかその物を運んでいただくんですけれども、はい、それを渡していただいて受け取りの際に報酬をもらうっていう感じなんですね、受け渡しの時。ちなみになんですけれども、はい、そのお荷物自体が非常に高価なものでございまして、はいはい、お預かり金っていうものを先に頂戴してるんですけれども、はいはい、そちらって可能ですか。え、ごめんなさい、お預かり金っていうと、ごめんなさい、ちょっとよく分かってなくて。お荷物を、お渡しするんですが、はい、お預かり金といいまして、まあ、あの保証金ですね、お荷物を、はい、まあ、高額なお荷物をお渡しするんで、お兄様がそれを持って逃げないように、はい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 、お預かり金っていうものをお預かりしてるんですけれども。あ、なるほど、僕がお金を渡して逃げないようにするってことですよね。で、しっかりと運んでいただいたらお預かり金合わせて、報酬をお渡しするっていう感じですね。なるほど、お預かり金っていくらぐらいですか。まあ、基本的には、まあ、5万ぐらいかと感じ、ね、あ、5万ぐらいだったらなんとか大丈夫そうです。大丈夫だと思います。早速なんですけれども、お仕事をやるにあたって、はい、ご登録っていう作業が必要なんですけれども、はいはいはい、お兄さんのお名前と、あと電話番号、まあ、ご連絡が取れる携帯電話番号を教えていただけますか。はい、はい、送りました。身分を証明できるものを、はい、写真で送っていただきたいんですけれども、はい、ちょっと怖いんですけど、これなんかで悪用されたりとかってしないですかね。あ、それは全くないですね。できればちょっと正直怖くて。住所は厳しいですか。そうですね、あんまりちょっと。え、逃げた人とかもいるってことですか。そうですね、やはり正直5万円の保証金を預けられても、はい、中身自体がもう何百万何千万ってするものなんですよね。え、それ中身って何とかなんですか。まあ要は覚醒剤とかなんですけれども、はい、もうこの覚醒剤、はい、覚醒剤ってあれですか、あの薬みたいなやつですか。そうです、そうです、そうです。なるほど、そんなに高いんですか。量が多いんで、それを小分けにして売れるんであれば、それぐらいの値段になります。なるほど、
じゃあちょっと二重保証のために、はい、クレジットカードの、写真を裏表撮って送っていただけますか。名前だけでいいんですか。一応クレジットカードの写真です。ちょっと待ってください。はい、すいません。はい、すいません、クレジットカードを持ってなくて。持ってないんですか。はい。いや先ほど持ってるって言ってたんで。ごめんなさい、ちょっと持ってるって言った方が受けられるのかなと思って。ああそうだったんですね。はい、わかりました、ありがとうございます。とりあえずその情報自体はちょっとかなり少なくて、はい、まあ、案内できる案件とかも非常に少なくなってくるんですけれども、まあまあでも案内できるのはできるんで、それじゃあよろしくお願いしてもいいですか。わかりました。じゃあこれって闇バイトっていうやつになるんですか。はい、あ、ではないです。じゃないんですか。闇バイトとこういうそのホワイト、ブラック、闇バイトみたいななんか違いあったりするんですか。闇バイトっていうのは基本的に、はい、なんか受け出しとかそういうオレオレ詐欺みたいな必ず捕まるようなリスクのあるバイトのことを指します。え、でもさっきので言うと多分お薬とかを運んだりするの、はい、もしバレたら捕まるのかなと思ってちょっと怖くなっちゃったんですよ。ああなるほど。だからこれも悪いというか捕まっちゃうんじゃないかなと思ったんですよ。ああその辺のリスクはかなり安全になってるんで安心していただければと思。え、もしでもこの持ってる時とかにおまわりさんがもし、はい、わーって言ってきたらそれはもう捕まっちゃうってことですよね。中身自体はその SNS で知り合った人にこれは持って行って渡して行ったらお金あげるよって言われて、はい、何だか知らないんですけど開けたらあかんって言われたら何も触ってませんっていうふうに。なるほど。白を切っていただければ大丈夫です。なるほど。あ、そっか、白切ればもう知らなかったっていうことにすれば全部 OK ってこと。そう、その他に何かご質問ありますか。大丈夫。あ、一番これでもし成功したりとかしたら一番稼げてる人どれくらい稼げるんですか。ホワイトの仕事と同時でやってる人で、はい、月でやってる人でやったら本当に2000万ぐらい稼げていますよ。月で2000万ってことは年に稼いでんちゃうかな。え、うん、年にするとだから100億ぐらい稼げるってことですか。100億は稼げない。あ、100億はダメなんです。でもいやだって2000万かける12でも100億ならないですよ。そうか、すいませんそこすいません。はい、お客さんはごめんなさい、ちょっと違いましたね。すいません、10億ぐらいですね。いやそんなないですね。すいません、じゃあ頑張ります。はい、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。はい、では失礼。では失礼いたします。します。何の電話クソもろい。100億ですかね。頭悪すぎる。真実だよね。いやこの人ね、優しいって言ったら いい人じゃない。いいだった、いいだった。いや、いい人じゃないんだよ。いや多分でもこいつならいけるだろうと思ってずっと優しく接してくれてたけど、いや僕ショック。でもなんかこんないい人がさ、違う、カモイできるからもう。そうなんだ。うわ、汚い世の中。けどすごいね、いろんな情報が出たね。結構引き出せたでしょ。これやばいね、うん、これやばいわ。すごい、だってもっとちゃうかなってか、で関西人っぽくなかった最後。いや関西人だった。関西人だったよね。え、てか結構喋るね。結構喋る。こっち個人情報さ教えてない俺には結構喋るね。結局さこっちはさ怖い怖いって言って何も言わないのにでも受けてくれみたいななったじゃん。いやーすごいね。これ結構この音声やばいんじゃない。大丈夫これ。いやいやこっちだよ、ね、大丈夫。やめて、ちょっとモザイクかけてよずっと。いや面白いですね、闇バイト。これがリアルだね。よし、でも1日で40万だからこの、その保証金を取って逃げる可能性が高いんじゃないかな。あー、そっか。え、本当にやらせてくれるわけじゃないの。え、わかんない。だから人によるんじゃない。なんかえ、でさ、5万円だ、ちっちゃくない。だったらさ、10万とか20万をこれが何百人とかいいんじゃない、ワンちゃん。わかんないけど、だってこんなやつにさ、やらせてくれないじゃん。こうやってやろう。でさ、こんなやつの方がなんかひたむきに頑張りそうだ。疑わないで、疑わないで。これ、ね、てか支払い方法何なんだろう。ところで手渡しじゃないの。
あ、でもまたロッカーとかに入れる。ロッカーとかでしょ。うさんくせー、絶対もらえないじゃん。もらえんのかな。もらえないと思う。だってこれ連絡先も消えるでしょ、絶対。消せるんだ。消えるでしょ、だから電話もできなくなるから、なんだ7万取られて薬だけ運んで終わりなんじゃん、わっちゃん。やばで、捕まったらもう自己責任ですみたいな。全然いい人じゃねえじゃん。声とかはいい人だったよね。いや、変えてる可能性もある、声もなんか。はい、これ一人目ですね、運び屋。あるね、運び屋って。しかも覚醒剤って言うんだね。ね、すごいね、結構ちゃんと全部言うんだね。俺だったらあれよ、新種の片栗粉ですかって言っちゃう。確かにこんくらいバカなやつだったらさ、もっと嘘つけばいいのに、なんか片栗粉を運んでほしいんですよみたいな言えばいいのに。じゃあもう一件いきますか、うん、じゃあもう一件どうしよう、キャラ。え、じゃあ俺やっていいもん、一件。いいよ、じゃあちゅうのがと。で、次もう一人いるんですよ。はいはい、はい、もう一人がこれもさっきと一緒で、うん、まあ5万から30万。はいはい、だホワイトが5万なんだね。けど、うん、5万のホワイトって何か気になるよね。確かに聞いてなかったんですよ、ホワイト。聞いてみようか、ホワイト。テレグラム俺結構長いんですよ。めっちゃやり取りしてんじゃん。流れて、まあ、こう来て詳細がね、バーって来たんだよ、うん。運びは信用ができるまでの数回は預かり金を預かっての運びになります。こうエビデンスも来てるんだよ、こういう風に。さっきとやり取りのエビデンスとか、でやっぱ身分証が必要なんで、電話でする前に確認したいので、やる気ありますか。やる気ありますか、やばい。やる気ありますか、やばくね。なんかナチュラル新メンバー募集みたいな、なんか覚悟はありますかみたいな。預かり金は持ってますか。昨今やり取り録音する人がたまにいるんですか、録音しないですか。こいつバカじゃね。録音しないですか、しませんっていうに決まってんじゃん。あ、もしもし。あ、もしもし。もしもし。はい、もしもし。あ、どうも、こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。あ、ちょっとね、声変えてるけどごめんね。あ、全然大丈夫です。何のバイトしてんの今ですか。ええ、今は派遣をたまにやってるぐらいですね。ああ、そうなんですか。それで、どうします。何を聞きたいですかね。聞きたいことは。もうこういうのはちょっと初めてなんですけど。はい、ああ、はいはい。聞きたいことは今だって聞いてください。わかりました。まず、これって、これ運ぶのは覚醒剤のみですか。それ覚醒剤の業者があって、覚醒剤のみになりましょう。あ、覚醒剤の業者なんですね。覚醒剤の業者なんてあるんですね。え、これってちなみにあれですか、犯罪とかにならないんですか。いや、ホワイトではないです。何ですか、何ですか。ホワイトではないです。で、はい、非合法です。あ、これ捕まったりはしない。捕まったりはしない。そうです、うちの方ではまだ捕まった人はいないです。あ、一人もいないんですか。職質いないですね、うちはね。すごいですね。職質通話を気をつけてもらえれば。職質でも、職質されたらもう終わりですよね。いや、終わりではないです。あ、職質されたところで、まず、職質の対応っていうのがあるので、マニュアルみたいな、それを教えますね。マニュアル、まず、職質がされそうになった。で、大体警察官、はい、し、制服着た警察官で職質されるので、はい、それを見たら、要するに、不審な行動を取らないっていうのは、まあ、確かに、はい、それはあります。はい、で、不自然に逃げることもやめてください。はい、でもし、職質されそうになるんだったら、トイレに行く形にしてください。トイレを探してください。あ、トイレですね。はい、トイレに入ってください。個室に。個室に、はい。そして、物を後ろにタンクありますよね、タンク。タンク、はい。タンクの中にもう入れちゃってください。え、入れていいんですか。もう入れるしかないんです。あ、で、一応ね、中にビニールとか全部入ってるんで、はいはいはい、水に使ってもね、まだ大丈夫なんですよ。あ、大丈夫してるあるんで、一旦入れて、そこ蓋して、それで出てってください。そしたら物は取れて持ってない状態なので、そういうね、要するにお腹痛いから行くと、トイレに、はい、トイレに行くっていう、そういう理由で、あ、生理現象なんで、それを止めることはできないので。なるほど、見つかったらとりあえずもう逃げずに止まって、だからあれですね、ヒグマ見つけた時と同じ対処法って感じですよね。ヒグマが目の前に出たら止まってって感じですね。止まって、そう要するに腹を押さえないわけね。ちょっと
例えばじゃあ食しすぎた時に白い粉が出てくるわけじゃないですか。これは新種の小麦粉なんですとかもダメですよね多分。そういうのもダメです。ダメです。あの見られる前にやらなきゃダメです。あ、なんか見られないようにってことですね。絶対拒否です。物を受け取ってもらって、はい。で預かりこっちに一旦預けてもらって、こちらが指定した駅に向かってもらって、はい、でその駅のロッカーに預かり金と私が入ってるって、はい、それを受け確認してもらってから物を入れてもらうという形でのロッカー。あ、なるほど。わかります？わかります。それでも仮にそれ荷物もらって、正直荷物もらってロッカーまで行ったら金取ることはできません？そのまま逃げるとしても。どういうことでしょうね。ごめんなさい、ちょっと僕の勘違いした。どういうことだ。ちょっと僕が今、だから、流れをちょっと今自分の中で落とし込めてなかったんで、ちょっとその近くにはお気持ちがいますので。あ、そうなんですね。ですので逃げることは無理です。あ、なるほどなるほど。これってごめんなさい、一応なんかホワイトかブラックで言ったらブラックみたいな感じですよね。ブラックですね。ホワイトの仕事はないんですか。ホワイトがいいんですか。いや、なんかあるのかなって普通にもうちょっと、ホワイトの場合いくらぐらいであるのかなって今気になったんですけど。ホワイトさん普通に本当に肉体労働をしてもらうとかね。あ、建設会社で働くとかって、そういうのがもうホワイトなんです。なるほど、そうなんですね。非合法なものは全部ホワイトじゃないですか。あ、じゃあこれもあれですか、いわゆるなんか闇バイト的な感じなんですか。そうです。あ、そうなんですね。それで募集さそれで募集してましたけどね。それ気づいてなかったです。いや、なんか高収入ってあったんでしょ。それで連絡だけしちゃいました。ああ、高収入って大体ブラックなんですよ。あ、そうなんですね。はい、すいません。はい、ありがとうございます。すいません。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、失礼します。はい。気が付いて結構さ、声変えてるけどさ、結構年いってるよね。知ってる、認めました。しかも闇バイトって、なんか知らなかったんですかって感じだったよね。すごい、なんか説教されてたもんね。なんかそんな悪いことしないで1日で 3,40 万稼げるわけないだろバリに言われてたよね。いや、もうこれもうポンポン言ってきたね。もう多分めんどくさいから。これよく分かってないんだけどさ、ロッカーからロッカーでしょ、うん、で最初預かり金渡します。でロッカーからロッカーで次のロッカー行った時に、うん、もう報酬と預かり金があるんでしょ、うん、でもそれ持って逃げることもできるじゃんと思ったんだけど。いや、それ言ったらさ、何の言ってるんですかみたいな。俺なんかそこに業者がいるんだって、結局近くに、うん、だから捕まえられるんだ。だとしたらその業見張ってんの、わざわざ見張ってんじゃない多分。なんか無駄多くない、そういうもんなのかな、うん、だから預かり金だからやっぱいない、やってないんだよ。だから結局だってそういう穴があるわけじゃん、うん、ってことは多分ないんだよ、開けて。やっぱその5万とか10万だけ向こうが取るための、そうで今日あなくて預かりからね、物だけを取りに来るんじゃない、うん、ワンちゃん。はい、こんな感じです。すごいですね。すごいね。で、なんか、いや、でもこの動画大丈夫かなと思っちゃって聞いてて。だって見てる人もさ、うん、まあ、ナチュラルヒーロー見てる人って結構リテラシー高い人だと思うの、うんうん、でもそれがもしこの動画万が一だよ、うん、奥が一バズったとしたら、うん、いいじゃん。そんな稼げちゃうのってな、勘違いする人いる。逆に、ね、そう。いや、いるって絶対逆に、ね、ちゃんと良くないことだっていうの最後締めてよ。いや、あ、じゃもう一個良くないことだっていうのあるんですよ。もう一個、ね、なんですか。面白いやり取りがあって、一個だけ恐怖のやつがあったんですよ、はいはい、マジの恐怖のやつがあって、はい、結構連絡取ってて、うん、すごい。今回はなぜ裏バイトに興味持たれたんですかと来るのさ、うん、で、まあいろいろ返すじゃん、うん、こちらうちでご紹介させていただいた仕事はお客さんの家に伺ってキャッシュカードを受け取ってもらう仕事になります。うちに来るんで、キャッシュカードもうちが受け取るんじゃん。で、こういろいろ連絡続くじゃん、うん、じゃ結構こうしっかりしたのが来るの。おー、すごいね、スキームがガチじゃん。そしたらこう本当に履歴書フォーマットみたいな、でこう偽のやつをね送ったの、うん、そしたら最後見て、このような偽の身分証を作成いたします、自撮り写真を1枚お願いしますって。ここに顔を入れて偽の身分証ができるの。すごっ、やばくない。やばいね。で、本当にドラマとかであるやつがいやマジでここで怒ってるんだよ。すごいんだけど、でこれマジで捕まる、やばいと思う本当に。だから俺さ、なんかさっきの警察のさ職質逃げられてるか、うん、絶対逃げられないと思うんだよ、うん、いや無理で、うん、てかまずさ職質された時の、うん、
方法を教えますって言ってるのにさ、なんか職質される前のやり方、感知能力ないよそんなみたいな。しかも声かけられたらお腹押さえてトイレに行こうとか言って、やばいやばい、びっくりする、通用するの舐めてない。いやだから本当やめた方がいい、これは絶対に。いや本当にあの注意喚起動画ですこれは。僕ね、まあすごいベタなこと言えば、まあ、捕まらないわけはないし、うんうん、まあ、現に捕まってる人もたくさんいるじゃん、うん、プラスその、まあ、万が一で、万が一というかもし捕まんなかったとしてもだよ、うん、でも何か犯罪を犯して生活すると、うん、警察のサイレンがもうビクビクしちゃうし、そうだね、そのうわなんかこれめくれたのとか電話とかに怯えたりとか、はいはいはい、そっちの方がそんな30万40万よりすごいやっぱ人生の幸福度って低いと思う、うん、なんかお金に困ってるからやるっていう人はきっと今より幸せになりたいと思ってんだよね、うん、なのにそういうビクビクした生活になる方がきっと本末転倒すると思うから、そうだ、ね、絶対やんない方がいい。で愛の気持ち一歩踏み入れたらもうそっからドロドロいっちゃうから、ね、うん、そう、お金欲しいのは分かるけどちゃんとしたお金で生活した方が楽しいです。いやほんと結局そうだよ、だってたかが10万15万もらえてたとしても何もなんか周りの目を気にせず、うん、最低限の暮らししてる方が楽しいと思う。楽しい、で楽して稼げるなんてことないから、もう楽して稼げるとか余裕で稼げるなんて全部詐欺、投資とかも詐欺ですね、はい、はい、これはエンタメとしてお届けしますので、まあでもね知りたい人はいると思うから、ね、需要あるんじゃないかなと思う。はい、まあ、やんない方がいい、やんないでください皆さん、今日はこれからも闇を暴いていきます。まあいいね、じゃあ本当は論破とかしたかったけど、けどやりながら俺らが一番ビクビクしてるんだよ。そうそうそう、やっぱね慣れてないから、怖いとだからね、怖いんですよやっぱり、怖い怖い、はい、チャンネル登録、高評、コメントよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。またな、バイバイ。